あんたのやることは今すぐ荷物をまとめて出ていくだけよ。タワワン住まいの夫は私のもの。離婚してさっさと消えな。そう言って笑う不倫相手、やっぱりタワマンに住んでいる夫が好きなのだろう。だが隣にいる夫は一緒になってニヤニヤしていて、それに気づいていない。本気で自分が好かれていると思っているようだ。私は思わず笑ってしまった。え、何笑ってるの？頭おかしくなったのか？二人はいぶかしげな顔をして私を見た。ごめんね、ちょっと面白くって。夫はあげるから安心してちょうだい。私の名前は香織、34歳の主婦だ。夫の翔平とは結婚して2年になる。私たちの出会いは職場で、彼は私の先輩だった。彼は私の2歳上で、頼りがいがあって包容力があった。それから何度か仕事をしていくうちに、だんだんと距離が縮まっていき、彼から告白をされて付き合うことになった。彼はとても紳士的で、私のことを大事にしてくれた。毎回デートプランもしっかり考えてくれるし、プレゼントとかも私のことを思って選んでくれる。そんな彼のことを私はどんどん好きになっていった。私はもともと内向的な性格で、人と接することが苦手だった。そのため友達もかなり少なくて、だけど本当に大事な人だけが周りにいるという感じだった。翔平は明るくて友達が多いタイプだったが、それでも私のことをバカにしたりはしなかった。俺は惰性で付き合っているような友人関係もあるから、香織みたいな付き合い方の方がいいと思うよ。そうやって彼が理解を示してくれたり、私の性格などをポジティブに解釈してくれるのは嬉しかった。順調に交際を続けていった私たちは、2年ほど付き合いした後に彼にプロポーズをされて結婚することになった。香織とならずっと一緒にいても落ち着けて幸せを感じられるんだ。だから俺と結婚してください。はい、よろしくお願いします。私は彼からプロポーズをされてとても嬉しかった。彼とならすごく幸せな結婚生活を送ることができるだろう。それから私たちはお互いの親に挨拶をしに行った。香織さんはとっても愛嬌が良くていい人ね。ああ、翔平のことも任せられるだろう。これからどうぞよろしくね。はい、こちらこそよろしくお願いします。彼の両親はものすごく優しくて、私はとても大好きになった。そして次は彼が私の実家に来て結婚の挨拶をする番だ。え、ここが香織の実家？うん、そうだよ。めちゃくちゃ豪邸だね。彼はものすごく驚いていた。確かに私の実家はかなり大きいし、豪邸の部類に入ると思う。実は私の両親は資産家で、いくつもマンションやビルを所有している。そのため実家の家もかなり豪華だった。あ、なんか緊張してきた。いやいや、そんな緊張しなくて大丈夫だよ。私の親も翔平の両親と同じで優しいし。いや、でも。はいはい、大丈夫だから入るよ。あ、おい。私は緊張している彼をよそにインターホンを押した。はーい、今行きます。母が応じて玄関を開けた。香織、久しぶりね。あら、あなたが翔平さんかしら？はい、はじめまして。どうもはじめまして。早速上がってください。お邪魔します。すごいな。彼は今に向かう途中も私の実家の中を見て驚いていた。そして今には父がすでにいて、私たちを待っていた。どうもはじめまして、翔平と申します。いやー、どうもはじめまして。そんなに緊張しなくて大丈夫だよ。さあ座って。失礼します。彼がガチガチに緊張しているのを見て、私と両親は笑ってしまった。それから私たちは、母が入れてくれたコーヒーと私たちが持ってきた手土産のお菓子を食べながら、いろいろと会話をした。私の両親が終始笑顔で話していたので、だんだんと彼も緊張がほぐれて笑顔で話すようになった。その後、私たちは両家の顔合わせを済ませて、そして結婚式を挙げた。結婚式にはたくさんの人が参列してくれて、私たちの結婚を祝福してくれた。友人たちや職場の人たち、親戚に祝ってもらえて、とても幸せな結婚式になったと思う。それから始まった新婚生活。私たちは両親が持っていたタワマンの部屋を一つ譲ってもらい、そこに住み始めた。
建てられてから2年ほどの比較的新しいタワマンだったので、ものすごい綺麗で快適で住みやすい部屋だった。まさに新婚生活にふさわしいと思った。新婚生活はとても幸せで楽しい日々を過ごせていた。だがだんだんと夫の態度が変わってきたのを感じた。結婚して2年ほどが過ぎた頃から、夫は私のことを見下すような発言をするようになったのだ。おい、お前ってどうしてそうやって貧乏臭いんだ？え？貧乏臭い？歯磨き粉のチューブだよ。もうほとんど出ないんだから捨てればいいだろ。いや、でもこうやってハサミで切ればまだたくさんあるよ。だからそういうのが貧乏臭いって言ってんだよ。俺たちはタワマンに住んでんだぞ。そんなのアパートに住んでいるような金のない奴らがすることだろう。そんな。夫はこの2年ですっかり変わってしまった。このタワマンに暮らしているからか、自分がまるで金持ちにでもなったような気持ちでいるようだ。だが実際は夫はそこまで稼いでいない。一応会社員だが、私よりも給料は低いし、なんなら家に入れてくれるお金は少ない。生活自体は困っていないし、別にそこまで気にしていないのだが、こうやってひどい態度を取られるのは心外だ。この家は私の親がいるからこそ住めているのに、そういう感謝の気持ちがない。結婚する前や新婚当初はもっと優しい人だと思っていたのに。私はだんだんと夫に対して不信感を抱くようになっていた。その後も夫の態度は冷たくなっていった。おい、洗濯物はまだ終わってないのかよ。ごめんなさい、今日は私も忙しくてさっき回したばかりなの。俺は明日出かけるんだよ。乾いていなかったら承知しないからな。え？どこに行くの？はあ？なんでそんなことお前に言わないといけないんだよ。俺が何しようと勝手だろう。夫は私といるとき常にイライラした態度を見せるようになった。私が何かしたというのか、どうして夫がイラついているのか全然わからなかった。そして夫はどんどん帰りが遅くなっていった。こんな状態で結婚生活は続けていけるのだろうか。さらに私は驚きの事実を知ることになる。それは私がある日夫婦の共有口座を何気なく記帳した時のこと。え？どういうこと？私は毎月コツコツと5万ほど共有口座にお金を入れていた。少なくても少しずつ貯めていけば、20年後や30年後には結構な額になる。いずれ子供も生まれて学費などを用意しておく必要があるので、そのために私は貯めていた。だがその共有口座のお金が全然残っていなかったのだ。結婚してから2年ちょっと経っているので、最低でも120万は入っているはずだった。しかし口座に残っていたお金はたったの3000円。よく見ると定期的にまとまったお金が引き落とされている。これは夫の仕業以外の何者でもない。すぐに問いただしてやりたい気持ちになったが、私は夫がどうして勝手にお金を使っているのかということについて気になった。そして更新所に調査を依頼することにした。夫は最近帰りが遅い。私には残業だとか上司との付き合いで飲みに行っていると言っていたが、おそらく違う。彼は不倫をしているのだろう。そして家に入れるお金が少ない上に、共有口座のお金も使い込んでいるところを見ると、不倫相手にお金を使っているのだと思う。更新所に調査を依頼して2週間が経った。調査結果が出たということで受け取りに行くと、案の定夫は不倫をしていた。だが私はそれよりも不倫相手のことを知って驚いてしまった。なんと夫の不倫相手は20歳だったのだ。夫とは16歳差だ。つい2年前まで高校生だったという相手と夫は不倫をしていたのだ。正直言ってドン引きした。そんな若い子と不倫をしていたなんて。まあ不倫自体許せることではないが、もう少し近い年齢の方がまだ納得がいった。20歳だなんて絶対に話が合わないだろうし、金目当てで夫に近づいたのは明らかだ。そしてそれにまんまと騙される夫も本当に情けない。私は夫にかなり幻滅してしまい、もう顔を見ることすら嫌になった。どうしてこんな男を好きになってしまったのだろう。だが結婚する前はかっこよくて優しくて紳士的で頼りがいがある理想的な人だったのだ。結婚してから人が変わったようにひどい人になってしまった。そんなこと結婚前から予想することができない。だがそうやって嘆いていても仕方ない。私は証拠を手にしたので夫を問い詰めることにした。ちょっと翔平、話があるんだけど。
ああ、何お前ごときが俺に命令してんの。俺は忙しいんだからお前と話している暇なんてないんだよ。すぐ済むから。ちっ、なんだよこれ。あなた不倫してたのね。え、さすがに不倫について問い詰められると思っていなかったのだろう。夫は黙って私が見せた不倫の証拠写真を見ていた。お前いつの間にこんなの撮ってたんだ。更新所に調査を依頼したのよ。なるほどな。ま、日中の写真だし、もしお前が撮ってたんならどんだけ暇なんだよって話だもんな。夫はそうやってヘラヘラし始めた。なんでそんな笑ってられるの。あなたは私のことを裏切ったのよ。だから別に俺が不倫してたからって何なんだよ。信じられない。開き直るの。不倫されるお前が悪いんだよ。そんなわけないでしょ。不倫する方が悪いに決まってるじゃない。不倫されるほど魅力がなくなってるって言ってるんだよ。な、私はものすごく腹が立った。どうして悪いのは夫なのに私がそんなことを言われなければいけないのか。いい加減にしてよ。あなたにそんなこと言われたくもないわ。ああ、お前って本当に可愛げもないし、どんどん老けていくし残念なやつだよな。それで俺の不倫を知ってどうしたいわけ。そんなの決まってるじゃない、離婚をするのよ。あ、そう、わかったよ。そしたら彼女呼ぶわ。は？だって離婚するんだろ。じゃあ俺はすぐにあいつと一緒になりたいからな。夫はそう言って不倫相手に電話をし始めた。まあ呼ぶならそれでいい。不倫相手とも対面しておきたかった。彼女にとってはおじさん同然の夫を本気で愛しているのか、そのことが私は気になった。夫と一緒にいる彼女のことを直接見てみたかったのだ。そしてそれから数十分後、不倫相手の女性がやってきた。わあ、優香来たか。やっと別れることになったのね。ていうかマジでこのタワマンすごいね。だろう、この家最高なんだよ。あなたが優香さんね。ああ、あんたが冴えないおばさんね。翔ちゃんに捨てられる残念なおばさん。あなた、本気で夫のことを愛してるの？はあ？私がそう聞いたので、夫と不倫相手は目を見開いた。お前、もしかして嫉妬してるのか？当たり前じゃん。私と翔ちゃんは相思相愛よ。そう言って不倫相手は夫の腕に絡みついた。そう、それならよかったわ。私に奪われて寂しいの？そりゃそうだよね。こんなすごい理想的な人と別れるなんて残念だよね。おい、俺の歌詞は書き終えたぞ。お前もさっさと書け。夫はそう言って離婚届を私に突きつけてきた。どうやら不倫相手がここに来る途中で役所でもらってきたようだ。ええ、わかったわ。私は夫から離婚届を受け取って記入をした。その間、不倫相手は楽しそうに夫とルームツアーをしていた。あー、すっごくいい眺めだね。毎日こんな景色を見ながら生活できるなんて最高。おん？何を言ってるんだ、この女は。私は少し疑問に思いながらも、とりあえず離婚届を記入することに集中した。書き終わったわよ。やったー、これでやっと一緒になれるのね。不倫相手はそうやって喜んでいた。だが、おそらくだが彼女は大きな勘違いをしている。私の予想が正しければ、彼女は夫がこの家を所有していると思っているのだろう。私は一つアイデアが浮かんだので、夫にあることを提案した。ちょっと今すぐこの離婚届出してきていい？ああ、そしたらそのまま出てけよ。そうよ、要領悪いおばさんって本当に謎な行動するよね。あんたのやることは今すぐ荷物をまとめて出ていくだけよ。タワワン住まいの夫は私のもの。離婚してさっさと消えな。そう言って笑う不倫相手。やっぱりタワマンに住んでいる夫が好きなのだろう。だが隣にいる夫は一緒になってニヤニヤしていて、それに気づいていない。本気で自分が好かれていると思っているようだ。私は思わず笑ってしまった。え？何笑ってるの？頭おかしくなったのか？二人はいぶかしげな顔をして私を見た。ごめんね、ちょっと面白くって。夫はあげるから安心してちょうだい。でも慰謝料とか財産分与とかそういう話もあるし、私が離婚届出しに行っている間にルームツアーをもう少ししてればいいんじゃない？私がそう言うと二人はとりあえず納得してくれた。まあ確かにそうだな。じゃあ私お風呂見に行きたい。イチャイチャしながら風呂場に向かっていく二人をよそに私は家を出た。私が向かったのは役所ではなく実家だ。夫との離婚の前に私はやることがあった。
それは婿養子の関係の解消だ。私が実家を訪ねると両親は驚いていた。急いでやってきたので連絡を入れていなかったのだ。私は緊急を要していることを両親に伝え、そして事の経緯を説明した。両親はもちろん大激怒し、私と一緒に家に来てくれることになった。私は家の鍵を開けてタワマンの部屋の中に入った。すると夫と不倫相手は今のソファーで肩を寄せながら座りテレビを見ていた。ああ、やっと帰ってきたか。離婚届は出した？そう言って後ろを振り返り私のいる方を見る二人。すると夫はすぐに目を見開いて立ち上がった。え、お父さんにお母さん、どうしてここにいるんですか？翔平くん、君はとんでもないことをしてくれたな。娘を裏切るなんて許されることじゃないぞ。君とは婿養子としての養子縁組を解除させてもらうからな。なんだかよく分かっていないのか。それでよく婿養子を承諾したな。離婚をするなら離縁は当然だろう。え？何？翔ちゃん婿養子だったの？そんなのさっさと解除しなよ。じゃないと私たち一緒になってもこの女と家族ってことになるでしょ。確かにそうだな。夫は不倫相手にそう言われて養子縁組の解除をする書類にサインをした。これで離縁ができるっていうわけだな。じゃあ完全に邪魔をする者はいなくなるってわけね。家事をおごった顔をしている不倫相手だが、勝ったのは私たちの方だ。じゃあ早速この家から出て行ってくれる？は？私の発言に険しい顔をする不倫相手。あんた何言ってるの？あんたは翔ちゃんと離婚してさらに婿養子も解消したんだから、もう赤の他人なの。出ていくのはあんたでしょ。残念だけど出ていくのは翔平の方よ。だってこの家の名義人は私だもの。え？不倫相手が間抜けな顔をする。そして夫も目を丸くしていた。いや、ここは俺の家だろ。はあ、あんたってとことんバカなのね。この家はお父さんが結婚祝いとして私に譲ってくれた家でしょ。あ、え、ちょっと嘘でしょ。翔ちゃんの家じゃないの？違うわよ。残念だったわね。だいたい私よりも稼ぎが低いし、この人。え、それじゃ今まで買ってくれてた高価なプレゼントとかって？この人が家に入れるお金を減らして、さらには共有口座のお金を使って貢いでただけよ。私と離婚したらこの人にあなたに対して今までのような贅沢をさせてあげられるお金はないわ。ま、少ない給料で無理やりこのタワマンに住むなら家賃を支払ってもらって賃貸として住まわせることはできるけど。でもそれだけであんたの手取りを超えるけどね。そんな、私聞いてないんだけど。ちょっと翔ちゃん、どういうこと？私を騙してたの？あ、いや、そういうわけじゃ。俺もまさかこんな状況だったなんて。忘れてるとかやばいから。ま、不倫した時点で許すつもりもないし、とにかくここから出て行ってくれる？それとも警察を呼ばれたい？私がそう言うと夫はがっくりとうなだれた。そして荷物をまとめて不倫相手と一緒に家を出て行った。その後私は二人に慰謝料を請求。不倫相手は慰謝料を支払うとすぐに元夫のことを振ったそうだ。二人はマッチングアプリで出会ったらしく、元夫が収入を詐称してタワマンの家の中の写真などを上げて金持ちアピールをしていたそうだ。それで元夫が金持ちだと勘違いして不倫相手は元夫に近寄ったらしい。だが元夫ではなく私のおかげで豊かな生活ができていたということが分かり、すぐに元夫を捨てたというわけだ。やっぱり元夫自身ではなくお金が好きで関係を持ったのだろう。元夫からはよりを戻したいから何度でも謝らせてくれとメールが来るが無視をしている。そして慰謝料はしっかりと請求していて、もし支払いが滞った場合は給料を差し押さえられるようにしている。元夫は今回のことで義両親にも見捨てられ、現在は借金を抱えながら一人寂しく生きているそうだ。一方、私はタワマンの部屋は賃貸に出すことにして家賃収入を得るようになった。そして一旦実家に帰って両親と一緒にのんびりと平和な日々を過ごしている。しばらく恋愛はいいので、このまま両親と楽しく暮らしながら仕事に打ち込もうと思う。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。